もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。山梨県のですね、ポツンと荘という、前回木漏れ日荘という、コテージに宿泊させていただいたんですけれども、そちらと同じ系列のポツンと荘に来ました。そしてですね、前回の動画は、概要欄 URL より、ご覧いただけたら、そちらからまず見ていただけたら幸いでございます。前回がお昼だったんですけど、寝てしまいました。気持ちよく1時間半ぐらい寝ちゃったかな。で、これから晩飯を作るとこですね。バーベキューですよ、バーベキュー。そしてこれ雨降ってないかな。外行ってみますか。外行ってみます。雨降っていませんね。まあ、この後どうなるかわからないですけど、 70% の予報だったんですけどね。買っちゃうかなこれ。こちらが本日のディナーでございます。いつもより豪勢です。お肉も出刺しの入ったカルビにステーキ、うわこれも刺しすごい高いんですよ。で豚バラとエビとホタテと、これハラミかな。最高ですな。はい、いつものやつ。よいしょ。あ、線がね、入れないといけないですね。あ、下手くそだな。まあまあ大粒でね、大体大き、あー切れるね。またやっぱりすごいわ、ここホスピタリティも何もかも、サービスもアメニティも。こちらのお肉もですね、本当は1枚で焼きたいんだけど、焼いてから切るのめんどくさいんで先に切っちゃいます。今回もお酒をこのようにキンキンに冷えてやがる。そしてですね、光量がね、おそらく木漏れ日荘の方が明るいのかな。なので持参したルーメナを使ってだいぶ明るくしておりますね。撮影がぼやけちゃうので。なので本当はもっとオレンジ色がかってますね。こんな感じの雰囲気でございますね。一つだけ白い光があるのが持参した照明ですね。始まりましたよ。最初にいい肉を焼いていきましょう。バンバンと。あれ、火力が若干弱め、前回強すぎたくらいか。うまっそう。いただきます。上カルビいきます。そして切れてないネギいただきます。うん、あれ、前回の肉の方がうまいか。そしてステーキですね、ももだっけな。いただきます。あれあれ、硬いけど美味しいよ。期待しすぎたかな、ちょっと。続いてハラミと豚バラですね。肉は難しいですね、当たり外れが。焼き加減も重要だし、今回はどうなんでしょう。ハラミと豚バラ、豚バラ入れるといいですよね。まさにバーベキューって感じで。やばい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 。ハラミいきます。前回うまかったからな、ハラミ。うん、うん。続いて豚バラ、これもどうだ。うん、豚バラは安定だな、これは。ではだいぶ喉が渇いたので、いつものこいついただきます。すっごい冷えてる。キンキン。
今回は高めの肉を用意してソーセージをなくしたんですけど、やはりソーセージは別物ですね。ソーセージ食いてえわ、恋しい。やはり焼き加減ですね、だいぶ美味しくなりました。このステーキも、うん、全然違うさっきと。今日はスンドゥブも食べます。美味しそう。焚き火も始めてしまいました。虫除け代わりになってくれたらいいな。こっちに虫が集まってくれたら助かるんだが、スンドゥブいただきます。あ、うまっ。これなんで前回やなかったんだ。うまっ。ネギをですね、スンドゥブ用にですね切ったので、こちらでいただきます。うん、最高っすね。はい、そして見て見てください。最高っすね。もう最後のステーキです。わさびを乗っけてみました。塩といただきます。焼きすぎちゃ関係ない。うん、わ、うまいわ、わさびやっぱり。こちらの動画映え用に買ったお酒飲んでみます。ワインかな、ブラッドオレンジとワインを混ぜた感じのお酒なのかな。ビタンさんと知らず振ってしまいました。バシューってなりましたね。すっごいうまそうだけど、どうだろう。うん、あ、全然美味しい。こうやって変わったお酒飲むのもいいね。やべえ、ほんと幸せだ。焚き火を見ながらタバコを吸って、肉食ってお酒を飲んで、本当にこんな旅を求めていた。表の玄関の方に回ってきたんですけど、明るいですよね。下にも焚き火をやるスペースがあるんで、そっちに向かってこの照明もバーッと照らされてるんですけど、まあ見えないかな、見えるかな。ここも、ここでもできるんで、ぼやけてんな。ここでもあるんで、すごいね。本当に贅沢な空間。明る！びっくりした。びっくりした、今。歩いてたらガサガサ言うから。結構でかいな。カエルちゃん。カエルちゃん？あー、ごめんね。もしかしたらなんですけど、スンドゥブが一番美味しかったなんて口が裂けても言えないですね。海鮮に行きます。たまに気づかされるんですけど、肉食いたくなるんですが、肉ばっかりはやはりきついわ。油がお腹いっぱいじゃないんだけど、胸いっぱいになりますね。油でつやつや、これを急いで皮むきます。ではエビをいただきます。うん、焼きすぎだな。ラスト、ホタテ。今日ですね、ここに来れることが嬉しくて舞い上がって、結構ミスしてまして、醤油を買い忘れるという。まあ、焼肉のタレがありますから、それでいただきます。ホタテいただきます。バーベキューソースを少し垂らしました。
やはり醤油の方がいいね。圧倒的に。食べてみます。あっか、美味しい美味しい。ホタテは美味しいわ。ただ醤油の方が絶対美味しい。バーベキューは一旦終わりですかね。だいぶ楽しみました。あとはこの残ったお酒を飲みながら焚き火を眺めます。くー、室内に戻ってきました。ゆっくりして風呂入って、この後また軽く飲んで寝る流れかな。これは風呂出ました。気持ちよすぎて長湯した。いやー、コテージであんな広い風呂に入れる幸せ。そしてですね、夜風を浴びに外に出たらなんと大雨です。よく耐えてくれた。よく耐えてくれたよ。夜食作るぞ。最後まで楽しむぞ。札幌一番旨辛味噌完成です。初めて食います。美味しいらしいですよ。これあんまり売ってないんですよ。いただきます。これね、本当に美味しいです。今度まとめて買いたい。さっきの札幌一番結構辛かった。では先ほどのブラッドオレンジのワインを飲みつつ、つまみを食べて寝ましょうかね。いや、今日本当に楽しみにしてたから、あっという間だった。おやすみなさーい。おはようございます。朝です。朝7時ぐらいですね。あれ、雨降ってる。あ、ちょっとまだ降ってますね。あっという間の一日でしたよ。朝はバタバタしますので、急いでお風呂入って帰りの準備をしなければ。風呂入っちゃいます。今日は半露天にして入ろう。絶対気持ちいいわ。朝風呂気持ちよすぎた。ずっと入ってられましたね。あ、暖炉もいつか使いたいなと思っていたんですけど、使う時間ないな。これは冬は来るかな。あと一つ気になるのが、あの木漏れ日層もそうなんですけど、あえてそうしてるのかな。足拭きマットがないんですよね。足拭きマット、少し大きめのタオルがあって十分バスタオル代わりになるのがいいんですけどね。足拭きマットがないのが気になりますわ。これはさすがに降りすぎですわ。荷物積み込む時だけやんでくれないかな。朝食でございます。スンドゥブとアサリの味噌汁。このアサリの味噌汁をですね、スンドゥブの中に少し入れて飲むのがまた美味しいんですよ。そして、昨日の残りのネギを入れていただきます。このスンドゥブ本当に美味しい。皆さんもぜひ買ってみてください。すごい美味しい。荷物を全部入れてきました。あとはテラスでチェックアウトの時間までゆっくりします。寒い。
チェックアウトします。帰りたくないよ。チェックアウトしました。いやー、まずはですね、2つのありがとうを声を大にして言いたいですね。まずは1つ天気です。今は雨ですけども、昨日も本当は雨の予報でした。昼も夜も無事焚き火をすることができました。そしてですね、ポツンと層にありがとうと言いたい木漏れ日層ポツンと層。本当ね、7000円でこれ1泊1人泊まれるのは格安すぎる。実質焚き火とかバーベキューとかあの施設の綺麗さを考えると5000円、1人5000円ぐらいなんじゃないかなって思うぐらいコスパが本当に良すぎる。また次いつ来るかわからないですけど、もう絶対行きます。この価格がキープできると思えない。本当にコスパ良すぎて。というわけで、今回の動画はこちらで終了とさせていただきます。富士吉田うどんでも食って帰るかな。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。